いう注意事項について説明します。演習間、車両などに赤旗表示しますが、これは過去戦車などが射撃をする合図となります。射撃の際には相手の大きな音がしますのでご注意ください。また、ヘリコプターの接近や風向きにより大変長らくお待たせいたしました。ただいまから平成29年度富士総合火力演習を開始します。演習は前段、後段の前段では陸上自衛隊の主要装備などを紹介します。後段では陸上、海上、航空自衛隊が行う統合運用による各種作戦により我が国の島嶼に進行する敵部隊を洋上、沿岸部および内陸部において撃破するというシナリオで、海上、航空自衛隊および陸上自衛隊の各職種部隊が共同して行う陸上戦闘の様子をご覧いただきます。本日使用する演習場地域について説明します。富士山の方向、距離およそ 3000m、 緑色の煙が上がっている山一帯が二段山、黄色い煙が上がっている山一帯が三段山で、六ヶ火口などの目標地域です。距離およそ 1000m から 1800m、 数字の2から6などで表示している台を2の台などという電車道などの目標地域です。オレンジ色の標識のある台がオレンジの台、紫色の標識のある台が紫の台で、戦車道および山道などの目標地域です。青などで着色した標識のある台を青の台などと呼び、山中などの目標地域です。左手をご覧ください。現在黄色い煙が上がっている台が左の台、右で同じく黄色い煙が上がっている台が右の台で、対戦車両弾などの発射地域です。道路については青の台と赤の台の間を走る道路を A 道、赤の台と黒の台の間を走る道路を B 道と呼び、それぞれアルファベットで表示しています。以上で全般説明および演習場地域の説明を終わります。ただいまから前段演習を開始します。初めに陸上自衛隊の遠距離火力や国家火力についてご覧いただきます。国家部隊は広い地域に展開し、不正に調査の地域を制圧することができます。目標は二段山から三段山一帯です。初めに侵入してきた青で表示されているのが87式対戦車誘導弾で、目標にレーザーを照射することによりミサイルを誘導します。 最後に侵入してきた白で表示された車両が96式多目的誘導弾システム、通称 MPMS です。左側の車両が自動誘導装置、右側の車両が発射装置です。R2ATM は打ち放し式でミサイルが自動的に目標を追尾して命中するため、発射した後直ちにその場から移動することが可能です。流通の弾道計算機および高安定装置によって軌道を伴っても静止直後の迅速正確な距離感が能力手法の立ち込み法についても通産出展講談の内容により企業が飛躍的に向上し現在の戦車とも対等に渡り合うことができます。戦車状態がいたします。引き続き1班の援護隊2班を前進させます。便では路上気道などの様子を放映していますので、併せてご注意ください。機動力は最大時速100キロでの高速走行が可能であるとともに、電車より機体重量が軽いため、航空自衛隊の新型輸送機であり C2 による空輸が可能であり、戦略機動に優れています。防護力は後方による直接的な防護力があり、各種装備から乗員の安全を守ることができます。また、10式戦車の同等の指揮、情報、通信ネットワークを構成することができ、車両間の情報共有にも優れています。後部乗員として約20名